ドナルドのモノマネします。1年間ここでバレエをやらせてもらって、うん、自分の力不足もまだ感じるけど、うん、もっと上手になりたいって思いも感じるから、うんうん、エルさんってセカンドなんですね。はい、そうなんですね。これでも白鳥で自信はあります。自信は何とも言えないです。あ、何とも言えない。ちなみになんかアンケートを書いていただいたじゃないですか。なんかそこに悩みでなんか25年間彼氏がいないってのを見たんですけど、はい、あれは本当ですか。本当ですよ、そんな嘘書かないです。あ、そうなんですね。なんかそんな風に見えない。そうですね、悩みですね。やっぱりバレエの全幕の作品とかって結構ラブストーリーが多いじゃないですか、うん、まあ、この間の白鳥も王子とオデット の, その恋のお話だったじゃないですか、うん、まあ、そういうお話とかそのキャラクターの心情を理解するので、やっぱりこう自分のそういう経験がないから想像するしかないんじゃないですか、うんうんうん、だから、まあ、そういう面でもちょっと悩みというか、その経験値が足りてないなっていうのはあります、はい、まあ、あんまりその社交的な方じゃないっていうのもあるんですけど、まあ、出会いも少なくて、ずっと女子校出身だったのあるかなと思ってるんですけど、こういう人がいいみたいなのありますかね。こういう人がいい、バレエを自分がやっていくことを理解してくれる人だと嬉しいなって思います。なるほど、この人が派手ですね。黄色が好きで。あ、そうなんですか、はい、あ、なるほど。全部黄色。あ、なるほど。なんで黄色が好きなんですか。推しのアイドルが色が黄色で、はい、誰ですか。スノーマンの岩本ひかるさん。あ、なるほど。結構身長高いんですか。多分今一番大きいと思います、女性ダンサーの中で。あ、そうなんですか。73くらいあります。すごい。おはようございます。あ、おはようございます。どうですか。あ、すごい緊張してます。緊張してます。今まで頑張っていた成果とかを、まあ、全部出せるように頑張ります、皆さんおはようございます。
もうね、あの人によって何年もセカンドにいる人もいますし、昨年のオーディションで入ってまだ1年という人もいますけれど、それぞれあのいる年数が違いますけど、今回初めてね、やっぱり1年ごとの皆さんの成長を見てきて、ここでちゃんとあの見ようっていうことにしました。あのバレエ団としてもなんとなく1年の中でもやもやっとこう決めるんじゃなくて、やっぱり1年でしっかりとあのここで線を決めて、入れるか入れないかっていうことを決めようと思って、こういうふうに今回はあの設けました。その方が皆さんもやっぱりあのはっきりと目標に向かってできると思ったことが理由にあります。あとはもちろんね、去年の日生、今年の新春公演の、出来具合、あと普段の取り組み方っていうのがやっぱり今日の審査以上に重要にはなっていますので、そこを加味して考えるので、今日はまあ現在の状況を先生方は見たいと思っていますので、思う存分見せてください。はい、お願いします。はい、頑張ってください。はい、じゃあ恵美子先生お願いします。
はい、はい、もし何かご覧になりたければ何かありますか。大丈夫ですね。大丈夫です。以上でいいです。はい、皆さんレビューアンスいたしましょう。では終わりになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、着替えてファンから一人ずつ、順番にやっていきます。はい、出席番号順で。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。なんか会社の面接みたいに。大丈夫、ご一応5分ね。はい、5分なの で、 ここで。あ、どうぞ真ん中でお願いします。はい、はい、あ、特技を。はいはい、はい、何か。私は、昔からバレエノート、先生の注意を書くときに、うん、言葉だけじゃなくて本人間でこうバレエのポーズを書いてたら先生に上手だねって言われるようになって、最近は地元の出身の教室の発表会の T シャツをデザインすることがあってちょっと持ってきたので、見せてください。最近のシンデレラ。あ、かわいいね。あのお話をが全部全幕書いてあるよ。これ文字もなじみちゃんが書いてある。文字はあのフォントを選んで、はい、絵を夏美ちゃんが描いたと。はい、へえ。これがあのとその前の白鳥黒鳥をやった時のトートバッグになって。そんなのやってるんだね。もう一つあって、うん、使い古したトーシューズフォアントを分解してサテンの生地を使って、うん、ちょっとこうグッズとして。へぇー、チャーム。お、かわいい。へー、あーっと、これトーシューズの。はぁ、再生利用だね。すごい。すごい。おー、かわいい。すごい綺麗な布じゃないですか、サテンって。なのに潰れたりあっという間に使い古して、うん、いい考え。なんかもったいないなと思って。なるほどね。ずっと取ってあったのをなんか自己流でできないかなって言って初めて作ったのがこれで、以上です。 ありがとうございます。もし本壇にあの上がれた時には何かこう目標みたいのありますか。どんなこういうジャンルでもこう幅広く動けるようなダンサーになりたいなと思ってます。あとは私は結構こう感情を表に出すのがちょっと苦手なところがちょっとあるので、でもあの新春公演でジゼルが一番印象に残ってるんですけど、トモヤさん、ユーマさんがこう役を演じてるのを見て心で踊るっていうのはこういうことだなっていうのをすごい一番感じた舞台だったので、私ももうちょっとこう自分の思いとかを音楽に乗せて表現できるようなダンサーになりたいなと思っています。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上でございます。はい、ありがとう。野田リオです。26歳です。はい、特技はあの今日ちょっと披露はできないんですけど、あの鉄棒が得意、うん、鉄棒で空中逆上がりするのが得意。鉄棒？はい。へー。であのなんかたまに走ったりとかするんですけど、その後公園とかによって鉄棒して帰ったり。へー。もし本壇に上がったら何かこう希望とかありますか。こうなりたいとか。なんかキャラクター性のある踊りをちゃんと踊れるようになりたいです。わかりました。生竹彩です、24歳です。はい、ピアノ弾いてもいいですか。お、はい、あ、おー、いいね。はい、ちょっと手緊張してる。やばい。いいよいいよ。曲名とかあるじゃん。ドビュッシーのアラベスクです。
ドビッシーの、うん、アラベスク、アラベスク、途中で終わった。ちょっと揺れちゃった。いいの息切れる。あやちゃんらしい曲だね。まず入団してからの夢が、あの白物のコールドを踊ることなので、うん、本壇に上がったら白物のコールドに入れるように頑張りたいと思ってます。これからますますあのもっと努力して。うん、もっと上手になりたいと思ってます。私先生からレッスン中注意されないと不安になってしまうタイプなので、もっとあのいっぱいあの注意 してほしい。あ、本当わかりました。いっぱい言われてもめげないので、うん、そうお願いします。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当だね、今日は黄色で揃って。あ、すごいね、すごい、ちょっと